はい。おはようございます。こんにちは。こんばんは。お仕事に行かれる方は行ってらっしゃいませ。お仕事から帰ってきた方はお疲れ様でした。お休みの方はゆっくりしてください。というわけで、HHKB Studio を、もうあれから毎日他のキーボードに変えることなく、日常業務含めてずっと使ってきたんですが、今日現在の結論。 無理うーんやっぱですねメカニカル静音メカニカルなのでしかもリニアかなこれねーキーストロークがまず浅すぎるキータッチがおかしいで前のようなタイピングをするとですねもう一日どんだけ文字打つんだっていう生活ですが 誤字脱字の嵐ミスタイプだらけでまあこのキーボードに合わせた打ち方当然プロなんでまあキーボードキーボーディストね鍵盤の方シンセによってキータッチ違うんですよやっぱり88件はあのピアノ鍵盤と呼ばれるハンマー式本物のピアノに似せた鍵盤だし えと70何件とか60何件っていうね鍵盤が少ないやつはふかふかだったりカチカチしてたりいろいろ違うんですけどそれに合わせて弾くんですがなのでキーボードね文字を入力するキーボードに合わせて打つことできるんですけど、まあ、浅くふかふか打っていくといつものスピードで打てない打とうとすると5時脱時 ミスタイプ。アンドですね、ついにですね肩こりとですね頭痛とですね肩甲骨周りがガッチガチになるという弊害が出てきてしまいまして毎日ストレッチしてるんですがちょっと無理だっていうことで結局今は青軸静音リニアの重いやつと黒軸静音リニアの重いやつと 初めから標準で付いてるやつを3種類混ぜて例えば J と K は青軸リニアとか L と O と I と U は黒軸あとは標準みたいな感じで3種類混ぜて使ってますがまだ改善しません。<laughs> なのでまあ静音 静音じゃなくて、あれですね。静電容量無接点方式の HHKB 今までのやつ。プロ、ハイブリッド、タイプ S とか、トープレのキーボードに慣れちゃっている。あとニーズもあんのかな人は、やめた方がいいです。えー、もうね。44000円だっけそんだけ高い金額なんで、 ね、このまんま使わないっていう選択肢はもったいないんでなんとか使える軸をキースイッチを見つけ出して自分流にカスタム、まあ、これね最初の動画でもカスタムするのがメカニカルって言ったんでやるしかないですけどそもそも僕メカニカルが合わないので。 見つかればいいんですが見つからない場合はこのキーボードは作曲用とか文字を打つことメインじゃないマシンにいっちゃいますねうーんちょっと無理っすね <laughs> 逆に浅いキータッチでメカニカルが好きな人は合うと思います正和はもうこっちの方が全然いいって言ってたんで えー、お互いそれはもう打ち方と好みの問題だねで結論づいてますが、えー、同じジャーナリストでも正和同じ文字を打ってお金を稼いでいる僕らでも意見が正反対です。正和はこのキーボードをとてもいい気に入っております。僕は無理です。なので買われる方も。 いろんなレビューを参考にするといいと思うんですがただ言えることは買って数日使ってレビューっていうのはありえないのでキーボードの場合まあ僕らもあとヌフゾーもかな買ってもう根性で毎日日々の業務変わらないことをやって使ってみて初めて分かることがたくさん出てくるのでまあ ね、この H と G と B のところにあるシンクパッドみたいなポインティングスティックこれはいいっすよあとマウスボタンの代わりもいいですで現状やっぱり右手前のセンサーにスクショを割り当ててるだけで左はまだ決まってないですで左右のセンサーは使ってないですうーんなのでねや どうしてもキーストロークが浅いのは無理なのと、ま、キータッチはなんとかなるにしてもストロークが浅いのでちょっとね、ま、2mm しか変わんないじゃんって言われてもその 2mm がとても大きいのこれねあの本当 <laughs> 超一流の例えば、ま、大谷君とかイチローとかでもそうですけどバットがちょっと変わっただけで打てなくなるとか まあ道具を使う競技をやっている人たちはちょっとでも自分が使っている道具が変わるとダメとかそれが1ミリでも0 1ミリでも違いが分かるとかあとね一郎さんは確か他人にグラブをグローブを触らせなかったという逸話もありますがそれぐらい僕らにとってはもう何十年も使い続けてきてる道具なので。 ちょっとの変化もすぐわかるし違和感になるしまあものを生み出して作り出していく01の仕事を僕らクリエイターはしてるのでまあちょっと死活問題に関わるし肉体的にも肩こりと肩甲骨周りバキバキ頭痛が来てしまったのでちょっとどうしたもんかなとまあ <laughs> 合う軸が見つかるままではだあるかもしれないと思って多分もう2週間長くて1ヶ月はこれを使い続けると思いますがもう体が限界きて軸が見つからなかったら元の HHKB Pro ハイブリッドタイプ S に戻しますもしくはトープレの方に戻しますちょっと っときついっすねもう今も首ガチガチなんですけど首と肩と肩甲骨周りが結局それだけ普段入れない力とか普段使わないところを使ってるのでやっぱ体に出るんですよねキーボードの場合。でも長年ずっと静電容量無接点方式を叩き続けてきてるので。 さすがにこれちょっときついなとでこれ以上多分使い続けるとこのまんまの状態で軸を変えず今度腱鞘炎今ね右手が腱鞘炎になりかけてんですよ今度腱鞘炎も勃発するのでちょっとねこれは 長年静電容量無接点方式のキーボードを使ってきてそれに慣れちゃった人それが大好きな人には無理なキーボードですと言わざるを得ません逆に真逆な人メカニカルとかストローク浅かったりそういうあとリニアが良かった人はいいと思いますでもともとメカニカルが好きな人そう正和もメカニカル好きなんですよ確か <laughs> なのでメカニカル キーボードが好きで自分の軸がある人はいいと思います。もしくはデフォルトの状態で叩いてみて、これはいいと思った人には合うと思いますが、えー、僕には残念ながら4万4000円出しましたが、合いませんでした。これはとても悲しいです。高いんで。 アップルのマジックキーボードより全然高いんでちょっときつい出品になっちゃいましたねでもね僕らレビュアーっていうのはやっぱり実際買ってこれ自動車評論家とかもそうですけど広報車とか乗って評価しなきゃいけないんですけどまあ昔はね広報車スペシャルとかあって今知らないですけど僕も車の雑誌やってないんで。<laughs> まあね、ちゃんと自腹で買って、まあ提供でもいいんですけど、長くいつも通り使ってみて、その結果どうだったかっていうのは特に道具系は大事になってくるので、発売されてすぐレビューして終わりって、その後別動画のレビュー見ると、もうデスクに置いてあるキーボードが違かったりとか、 当たり前にあるのでいやそれじゃわからんだろうって感じなんですけど、まあ、少なくとも23週間はずっと使い続けないとキーボードとかマウスとかわからないのででゲームやる人だったらそれで <laughs> 真剣に毎日ゲームやって成績が落ちないとか、まあ、FPS だったらあのいつも通りの成績が出せるとかまあハンコンとかだったらいつものタイムが レースゲームなりドライビングシュミレーターで出せるとかそういうのが大事になってくるので <coughs> そこまでやんないと評価はできないのでこういうキーボード系は長く使てながらその都度その都度報告していくレビューが上がるのが当たり前なんですがなので今回現状について語ってるんですが現状失 っくりくる満足いくメカニカルの軸キースイッチが見つからないのでちょっともう体の方に限界が来ちゃっててこれ以上使うと腱鞘炎も来そうなのでうんちょっときついっすね。 まあこれが正直な意見なんでしょうがないですけど詳しく話していくとまずうーんデフォルトのキーボードはダンピングがちょっとおかしいのとキーの、まあ、ストロークはね浅いことは言いましたけど数値上では 2mm なんですけどあとまあキーのふかふかさ加減 もうちょっと専門用語を使うとねわからない人多いんでふかふかさ加減が違うのでえー、程よい少ない力で指を滑らすように打ってかないと打てないんですよこのキーボードは静電容量無接点だともうバ,ジバ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 ジっていくやつをサラ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 って打つ感じなんですよそうすると 無理して力を抜いて浅く打ってるので変なところに力が入ってその結果変なところが疲労が溜まるので僕の場合は首と肩と肩甲骨周りが特にやられたという結果になってしまいました。あとはね、ポインティングデバイスとかそっちはね、いい発想だと思ってまあ まあ最初からは変わんないですけど左右のセンサーはいらないです現状も。あとは別に普通の HHKB 配列だし全然迷うことなく打てるんですがそれだけにああやっぱメカニカルは僕にはきついなーっていう静電容量無接点方式のままこのセンサーとポインティングスティックと マウスの左右真ん中右ボタンをつけてくれれば最高だったなと思うんですけどまあ静かさにこだわんなくていいから、まあ、っていうかもうこのまんまで HHKB スタジオじゃなくて HHKB スタジオプロでも何でもいいんですけど静電容量無接点方式で出してほしいです下もすぐ買います マジで買いますこれは売れるとこからなら売るし欲しい人がいるなら売りますし弟子だったらあげますけど、まあ、ちょっと特殊なキーボードなんでねキー配列慣れないと打てないので、えー、矢印キーもないですからこ,っちこれはもうファンクションキーとショートカットを使いまくるためのキーボードなので、まあ、ちょっと慣れないと普通の人には使えないキーボードですけどまあとりあえず今日現在の結論は。 無理ですっていうねそれが正直なところなんでこれはちょっとね PFU さんには「頼むから静電容量無接点方式のキースイッチでこのまんまの形で出してください値段上がってもしょうがないです」って感じですけど5万は出せないんで。 4万6,000円から8,000円までで抑えてほしいし無刻印を早く出してください僕は白は絶対使わないのでえー、黒で墨で無刻印があれば飛びつきます静電容量無接点方式になる。ちょっともう現状の 青軸黒軸元からついてるキー複合でいろいろ試してますが最適解がまだ得られないので無理ですなのでまだ当分軸探しキースイッチ探し沼の沼を沼に溺れてちょっともがきますが次で最終結論を出しますが今日の中間報告では無理ですが 中間報告でございます。もうちょっと体限界きたら一回元の HHKB プロハイブリッドタイプ S に戻しちゃいますけどちょっとねマジですごいんで首と肩と肩甲骨周りが。なのでねちょっとそういう結論になりましたのでご報告でしたそれではまた。